ニューゲームは、徳野翔太郎による4コマ漫画作品。漫画タイムキララ、キャラットにて、2013年3月号から5月号までの読み切り掲載を経て、同年7月号より連載中。同誌の2021年5月号では、第13巻で完結することが発表された。2016年と2017年には、テレビアニメ版が放送された。2021年3月時点で、 シリーズ累計発行部数は320万部を突破している。ゲーム会社を舞台として若い女性社員ばかりのチームに配属されたヒロインの日常、勤務生活を描く4コマ漫画である。作者の特能は3年間ゲーム会社に勤務した経験があり、その経験が元になっている。企画時には作者の辛い実体験に基づいた この本の社畜漫画という路線が予定されていたものの、連載が始まると登場人物たちの中の良さに引っ張られ、予定よりも楽しげな作風で描かれることとなった。ゲームソフトの開発環境やハードウェアの推移は移り変わりが激しく、月刊誌連載のペースでは、執筆から単行本に収録されるまでの間に、情勢が変わってしまうことから、ゲームの時事ネタや、 社会風刺は扱わない方針で、劇中におけるゲームの制作場面は普遍的な内容のみが描かれている。物語の方向性は女性中心の人間関係を描くことに置かれており、社会人ドラマ的な内容よりも各話で特定のシチュエーションに置かれた登場人物がどうするかという内容を念頭に置いた話作りが施行されている。物語は基本的に ヒロインの視点で描かれているが、本作では上司と部下という上下関係が軸となっており、周囲の先輩社員から見た初心を思い出させてくれる仲間としてのヒロインの姿を印象づける内容にもなっている。基本的に性格の良い人物しか登場しないという作風になっているが、主要な登場人物が学生のような仲良しグループとは異なり、プロとしての責任を背負って、 人間関係のトラブルにも向き合わなければならない、間柄であることも意識して描かれた。一方、部分的には、生々しい実体験に基づいたエピソードも盛り込んでは、いるが、作者の実体験では失敗した事柄を、主人公たちが円満に解決する形などに改変した上で反映されており、ゲーム業界の悲惨なエピソードの暴露といった内容は、 避けられ残業や休日出勤を楽しんでこなすヒロインやキラキラとした女性社会人たちの姿をほのほのとした作風で描いている。作者の特能は本作より以前に手掛けた木漏れ日の国の反省点から主人公にブレのない目的を持たせストーリーを成り行きではなく全体の見通しをつけてから進めるようにした。物語上のポイントのみを抑え、あとは 登場人物の立場から人物を動かしていくという方針の話作りがされているものの単行本一冊ごとにスッキリとした区切りのつく構成が意識して描かれている。また物語の第一話から読者によって好き嫌いの分かれるセクシャルな場面を挿入することで今後の作風を明確にする方針を打ち出しつつセクシャルな場面でも下品にならない程度のさじ加減が意図された。 作者の特能は影響を受けた作品として女性ばかりの日常ものの漫画を描くことになった。最初のきっかけは天野小コによる漫画アリアであったとしており、また各話のストーリーの流れは女児向けのアニメや男児向けの特撮ヒーローものの様式美を参考にするところが多いとしている。第3話までの内容は中編のゲスト作品として掲載され、 読者からのアンケートの反響を見て、長期連載化するかどうかが決まることになっていた。実際に連載が決定したのは、アンケートの結果のおかげであったという。この時には、下着が丸見えになるようなセクシャルな描写や出番の多い、主要登場人物の矢神孝よりも、無口でセリフも少ない主人公の同僚、滝本ひふみに対する反響が多かったという。 雑誌連載開始から2014年2月に単行本第1巻が発売された直後までの反響は、それほど大きなものではなかった。しかし2014年5月末頃になってから、単行本第1巻82ページ1コマ目の、主人公である、鈴風青葉が両手を握りしめて、今日も1日頑張るぞい。と自分を励ます場面が、インターネットミームとして流行し、 前後の文脈から切り離された一コマだけがツイッターなどの SNS 上で挨拶として盛んに転載されるようになりパロディも数多く作られた。劇中においては登場人物の口癖というわけではなくたった一度きりのセリフであったがキャラクターの可愛らしさや親近感から気合いの入れすぎにならない程度に前向きで使いやすい画像として評判を呼んだ。当初は 出展が明示されないまま流行として一人歩きし、あまり漫画を読まない層にまで広まるが、やがてこの1コマが本作からの引用であることが知られて、本作自体も話題となり、作品の内容も評価されるようになる。評判とともに単行本も発売から数ヶ月遅れで売れ始め、特に2014年8月から9月頃にかけては、 幾度も重版を繰り返してもすぐに完売するなど、熱狂的な人気によって一時的に入手困難な状況となった。これに乗じて、インターネット上での転売価格が高騰したため、そのことに対する作者からの警告も寄せられている。なお作者である徳能自身は、このコマ自体は次の場面のためのつなぎとして描いた、もので、特にうまく描けたコマというわけでもなく、人気は、 ラッキーパンチに過ぎなかったと述べており、また今後も本編の中で登場人物に頑張るぞいというセリフを言わせる予定はないと語っている。ただし作品外においては SNS 上での流行に乗る形で頑張るぞいのフレーズが宣言として用いられることもあり、発端となった場面が2016年7月25日放送のテレビアニメ版第4話にて映像化された際には、 原作者の特能自身もツイッター上でこの場面にちなんだイラストを公開した。また、テレビアニメ版のオープニング映像ではセリフこそないものの頑張るぞいの場面の両手を握りしめるポーズが多用されている。なおテレビアニメ半本編ではこのセリフは原作に沿った形で映像化されており、原作同様に以前はを通して一度きりのセリフという扱いとなっている。 テレビアニメ版で声優として、主人公の両風青葉役を演じた、高田裕樹は、第4話の収録にあたり、これが人気のセリフであることを意識して、収録前に何度も練習していたものの、本番は1回で、OK が出るなど、表紙抜けするほど淡々としたものであったと語っている。2014年10月に発売された、漫画タイムキララキャラット2014年12月号では、初めて表紙。 関東カラーに登場し、見アニメ化作品としては10年ぶりに単独で表紙を飾った。これも、頑張るゾいが流行した影響で重版を繰り返したため、急遽決まったものであったという。なお、本作のテレビアニメ化が発表されたのは、翌年の2015年10月である。作者の特能は、単行本の第1巻がイレギュラーな話題性で売れたため、第2巻以降が売れるかどうかには、 不安もあったと解雇しているが、第2巻は多めに部数を用意したにもかかわらず、発売翌日に重版がかかったという。2016年12月2日には、アニメ流行後大賞2016で、今日も1日頑張るぞい。が同賞を獲得したことが報じられた。主人公が春に入社する場面から物語が始まり、そこから年単位の時間が経過していく。主人公には、 キャラクターデザイナーになるという明確な目標が設定されており、第3巻では目標が成就するものの物語はそこでゴールとはならず、実はその役職についてからが真の苦労を味わうスタートラインであるという展開が用意されている。第5巻のザスピノフは主人公が就職する前の1年間を描いた前日短で本編冒頭で主人公が どのような心境で入社したのかを描くことがテーマとなっている。主人公の鈴風青葉は高校を卒業後、小学生の頃から好きだったコンピュータ RPG フェアリーズストーリーシリーズを制作しているゲーム開発会社株式会社イーグルジャンプにグラフィッカーとして就職する。若い女性ばかりで友好的な雰囲気のチームに配属された青葉は彼女にとって憧れであり、 目標だったキャラクターデザイナーの女性、矢上幸の部下として働くことになるが、仕事のことには自分にも他人にも厳しく有能なのに、私的な事柄になるとルーズな幸の言動に困惑する。絵を描くのは好きだが、ゲーム制作の経験はない青葉は、すでに開発後半に差し掛かっていた最新作、フェアリーズストーリーさんの仕事で早くキャラクターのモデリング作業を任され、慣れない。 ビジネスマナーや 3DCG に悪戦苦闘しつつも先輩社員たちの協力や嫉妬を得てグラフィッカーとしてのスキルを磨いていく。かつて周囲と対立しながらキャラクターデザイナーの地位を勝ち取ってきたウは青葉の出世欲の弱さを不安視するが青葉は持ち前のコミュニケーションスキルを発揮して周囲と打ち解けていき過去のウとは異なった道を歩み始める。 やがて青葉の存在は過去に人間関係で失敗したことのある子に自信を取り戻させることとなり、また隣席となった同僚の先輩社員たちも青葉とうちとケアったりする中で彼女に触発されて自分を見つめ直す。やがて新作フェアリーズストーリー3の納期に向けてスケジュールが厳しくなっていく中、青葉の様子を心配した親友の桜ねねが デバッグチームのアルバイトにやってくる。ネネは、常識の欠如や、アオバーのプロ意識とのズレがもとで、幾度かトラブルを起こしつつも、正社員たちとの交流を経て、ゲーム制作に興味を抱くようになり、アルバイトを終えた後も、自主的にプログラミングを勉強し始めるようになる。その後、フェアリーズストーリーさんは、発表会を経て、無事に発売日を迎え、打ち上げの祝賀会を終えた後には、 次回の新規タイトルとなるアクションゲームピコに向けた企画が立ち上がる。青葉も企画のコンペティションにデザインを提出するが、落書きで付け足したアイデアが思いがけず、ゲームの機関として採用されたことで、それまで憧れであり頼れる上司であったこと、キャラクターデザイナーの地位をめぐって、ギクシャクする局面を経験し、青葉が今まで憧れて目指してきた夢とは、 今その立場にいる孔を蹴落として成就するものであるという現実に直面する。その一方、孔もアートディレクターという養殖を任され、かつて青葉の入社以前に挫折を経験した過去に向き合い、また青葉の目標として追われる立場からの葛藤を味わう。結果的には、青葉と孔は衝突を避けて協力し、 共同でのメインキャラクターデザイナーという道を選ぶが、青葉はゲーム会社に就職してキャラクターデザイナーになるという夢が叶ってから見えてきた新しい目標を自覚する。青葉の同僚たちもまたそれぞれの抱える課題に向き合いながらステップアップを目指していく。ピコは出資会社からの期待も集めることとなり、青葉は周囲との相談を密にすることによって実力不足を補いながら 入社から一年を迎えて周囲からも貢献を評価されてゆく。しかし高まった期待はピコを失敗のできないプロジェクトにしてしまい、無名の青葉ではなく知名度の高いコウを全面に立てた商業戦略を立てなければ開発予算に見合った宣伝効果を見込めないという製作チームにとって不本意な決断を迫られる。コウは決定に行るがアオは自分たちが納得するためにも コートキービジュアルをかけて、もう一度コンペティションで、勝負させてほしいと申し出て、青葉の意気込みを組んだコも、全力で応じる。結果的に青葉は、コートの圧倒的な実力差に打ちのめされ、脚光の当たらない内部デザイナーという立場に甘んじる。結果となるが、再び、アルバイトとして採用されてきたネネから、大出世と評され、心を救われる。ネネの採用と時を、同じくして、 アオバの所属するチームもゲーム専門学校からの研修生を受け入れることになり、アオバは後輩から目標として意識される立場となる。プログラマー班に配属されたネネも就職内定を狙う意識の高い研修生から、真剣さの度合いを問われて険悪な関係となるが、共に危機的状況を乗り切ったことで和解する。一方、こうもまたアオバに触発され、 現状に満足せずさらなる高みを目指したいという思いから今の職場を離れる覚悟を固めていく。やがてピコが完成を迎えた際のイベントの場でコウはアオバをステージ上に引き上げ、講習の前で期待の若手として紹介する。ピコは最終的にパッケージ裏面にてコウに続いてアオバの名前を併記した形で発売されるが、 こうはいつか青葉たちの元に戻ってくることを約束して、上司の身内が経営するフランスのゲーム、開発会社へと移籍する。物語は、青葉がイーグルジャンプに入社する前年、ゲーム、フェアリーズストーリー2の設定資料集が発売された、日に遡る。高校三年に進級し、ゲームのキャラクターデザイナーになる夢を恥じらいながらも、諦められない青葉は、深度希望調査の季節な回答を、 親友のネネに目撃され、まずは美術大学に進学し、そこからゲーム会社へ就職するという現実的な進路を提案される。美大受験について質問するために、美術教師の元を訪れた青葉は、廃部寸前の美術部を一人で切り盛りする星川蛍と出会い、優れた美術の技量を持ち恥じることなく、将来の夢を語る彼女に感銘を受ける。 青葉は、ネネと共に美術部に入部し、ホタルに習って、美大受験のための美術を学び始める。季節が巡る中、青葉とホタルは、部活や学校生活や合宿を通じて、絆を深め、互いに影響を受けながら、精神的にも成長し、技術を磨いてゆく。他人と対立することを避けがちだったホタルは、青葉との交流を経て、 面と向かって言いづらかったことも指摘できるようになる。一方で、ネネの画力は、美大合格レベルにはほど遠く、三人揃って、同三人は互いに友情を確認しつつもそれぞれの、深度を固めていくが、ある時ネネは、青葉がホタルと同じ美大に進学してから就職するという、深度にとらわれすぎていることを指摘する。青葉はネネが示した。 フェアリーズストーリー2の設定資料集を読み返し、憧れの人である矢神孝が高卒ですぐにキャラクターデザイナーに抜擢されていたことを初めて知る。青葉は自分に孝のような才能はないと考え、高卒からの就職試験をためらうが、ホタルは青葉が才能の有無を言い訳にしていることを指摘する。青葉は考えを改め、ネネやホタルの不採用でも、 大学卒業後にまた再挑戦できるのだから、記念受験だと思えばいいという助言にも後押しされ、美大受験と就職試験を併願することにする。面接日に待合室で時間を待たされていた青葉は、正体を隠して面接本番前に現れた、高本人と人事担当者の葉月雫から高卒で就職に挑戦する理由を尋ねられ、 友人たちに背中を押されて、ここに来た経緯と自分の意気込みを恥じることなく語る。青葉は直後の面接本番でしどろもどろになって失敗してしまうが、葉月の目には止まり、結果的には、ホタルと一緒の美術大学の合格発表と同時に、イーグルジャンプの採用通知も受け取る。夢か友情かという選択を迫られた青葉は、就職を選択し、 ホタルとネネもそれを祝福する。本編冒頭の場面に戻ってエピソードが終わる。本作の主な登場人物はほとんどが女性で、男性の多くは一部の劇中ゲームキャラクターや動物などの例外を除いて名前などの個性が描写されず、早くとしてのみ登場する。本作はユリジャンルの漫画として受け取られることもあるものの、作者の得能は 意図的にユリとして描いている遠山、林と矢上公の関係性を除けば、他は友情のつもりで描いているとしている。主要な登場人物の名前は、聖が漢字、名がかなという命名規則で統一されているものの、主人公の鈴風青葉は字面を優先したため姓も、名も、漢字表記となっており、また、劇中2年目に登場する。 もち紅葉もやがて青葉にとって重要な立ち位置となっていくことを示すためにタイになる名前が与えられている。登場人物の服装はキャラクター紹介ページやイラストではおしゃれに本編中は勤務中であることを意識してやややぼったくも可愛らしい服装というさじ加減を意図して描き分けられている。テレビアニメ化の際には主要な登場人物の誕生日や ABO 式血液型、 身長、食べ物の好き嫌い、出身地の都道府県といったプロフィールが設定され、アニメ版公式サイトで公開された。年齢は、劇中で年齢が明かされた時点でのもの。声は、テレビアニメ版で役を担当した声優。役職の欄の FSDDB はそれぞれ、フェアリーズストーリー、デストラクションドジーボールの略称である。主な登場人物はゲーム会社。 イーグルジャンプのグラフィックチームに所属しており、その関係の中で物語が進行する。研修生、劇中2年目の第4巻51話では、早くとして登場し、面接を受けに来ている様子が描かれる。第6巻53話以降は、東京ゲーム専門学校からのインターンシップという形でイーグルジャンプに入社し、青葉にとって初めての後輩となる。 いずれもゲーム専門学校の生徒としては、優秀と評されるだけの技術を習得している。テレビアニメ版では、劇中に登場するペットの鳴き声を演じる声優は、すべて飼い主と一人に役となっている。フェアリーズストーリー3の登場人物青葉が入社1年目に、関わることになる、劇中ゲームソフト。かつて葉月が初めてディレクターを務めた、フェアリーズストーリーシリーズ1作目は、 社内での期待が低く、開発予算も、ほとんど割り当てられなかったが、当時は新人であった子をメインキャラクターデザイナーに抜擢するなどの思い切った人選が行われ、発売後は話題作となり、当時まだ小学生であったアオバに、キャラクターデザイナーになるという夢を抱かせた。また、シリーズ二作目のフェアリーズストーリーにはアオバが、高校三年生に進級した頃に設定資料集が、 発売され、こうにとって過去の挫折に関わる作品としていく度が言及されている。フェアリーズストーリー3はシリーズ3作目の続編という設定で、青葉より1年先輩のユン、はじめもこの作品の開発期間中に入社したと言及されている。劇中ゲームのキャラクターは 3DCG で描かれているという設定で、 本編の主要登場人物のうちやオーバーのいるブースの4人は、主にモブキャラクターやモンスターのモデリングやモーション付けを行っている。本編のテレビアニメ版では、実際に 3DCG で描かれたゲームキャラクターが描写されているほか、第11話では、劇中ゲームソフトのオープニングムービーという体裁でアニメ化されて登場している。劇中オープニングムービーでは、内容は、 本編原作で語られた断片的な情報を膨らませて典型的なファンタジーを意識したストーリー性が持たせられているほか同じく第11話では劇中で出版された公演のインタビュー記事という体裁で劇中ゲームソフトのストーリーに言及した記述が画面に映り込むカットがあるピコの登場人物フェアリーズストーリー3に続いて青葉たち制作に関わる劇中ゲームで 続編ではない新規のタイトル。ステージクリア性のアクションゲームであるという設定。ディレクターとして続投する葉月を筆頭に、フェアリーズストーリーさんに関わった制作スタッフを引き継ぐ。青葉の思いつきがゲームコンセプトに関わるアイデアとして採用され、本編で彼女と親しい同僚たちも重要な仕事を任されている。ゲームのバックストーリーは、 不思議の国のアリスをモチーフにしたものとなっている。その他の劇中作品劇中に登場する阿佐ヶ谷駅、南口青葉たちが働くゲーム会社、株式会社イーグルジャンプは東京都の都市部に所在しているという設定になっている。原作では具体的な地名に触れる場面こそないものの、青葉が阿佐ヶ谷駅で下車して南口経由で出勤していると解釈できる描写があり、テレビアニメ版では 原作の描写に沿う形で、具体的な駅名にも言及されているほか、劇中に登場する勤務先周辺の店や、風景も阿佐ヶ谷駅周辺でロケハンされている。イーグルジャンプは、ゲームの制作部分を担当するデベロッパー企業で、劇中ゲーム、フェアリーズストーリーや、ピコア、ホーブンドーというパブリッシャー企業が趣旨を行っているという設定となっている。劇中では、 イーグルジャンプは大きな会社ではないと言及されているが、劇中の描写からは中小企業の規模ではないと解釈できるものもあり、一般向けのテレビゲームを複数開発する規模の企業であることが描写されている。社内の入り退場及び出退勤の記録は全て ID カードで記録されている。テレビアニメ版では、正規の勤務時間は10時から19時という設定。 劇中の登場人物はほとんどが女性だが男性の社員もいることが言及されている。チームを率いるディレクターが人事に関して決定権を持っており実力や相性を考慮したチームはけがされている。アオバの所属するチームが女性ばかりなのはディレクターの葉月の失敗を許容できるような可愛いコ部下にしたいという意向や養殖にあるコーとリンの人間関係を考慮した 結果であることが示唆されているが、男性中心のチームもある。なお、新入社員の採用は不定期であると言及されており、人材の募集は通年で行っているほか、未経験者の採用にも積極的である。青葉が入社した年の採用は青葉のみであった。社員の労働環境については、正社員とアルバイトでは賃金形態が異なるとされ、 時給制となっているアルバイトが、正社員と同じように残業や休日出勤を繰り返すと、正社員と給料の額が逆転してしまうという言及がある。テレビアニメ版では、正社員が月給制、アルバイトが時給制とされている。正社員は、睡眠時間を削っての夜遅くまでの残業が多く、マスターアップが近づくと、泊まり込みの作業もあるという描写がされており、 劇中では遠回しにブラック企業ではないかというニュアンスの指摘をされる場面もある。ただし、昇給や有給休暇の制度が健全に機能している描写もあるため、ゲーム会社という特殊性も加味すると、劇中で描かれる労働環境の善悪は読者の解釈が、また、マスターアップを迎えた後には有給休暇をまとめて消化する描写がある。なお、 本作の作者である特能はゲーム会社の取材に際し、知人が在籍する 3DCG モデリング会社の株式会社フライトユニットから取材協力を得ており、登場人物たちのデスクの上の光景や、社員の採用基準、猫のいる、職場環境などの設定に反映されている。デスク周りの光景は、テレビアニメ版で詳細な設定が作られ、後に原作にも反映された。 また、テレビアニメ版の劇中において、本編の登場人物たちが 3DCG を制作している、劇中ゲームキャラクターもフライトユニットがモデリング協力している。ただし、フライトユニット代表の松本博之によれば、取材が反映されているのは部分的な要素であり、フライトユニットがそのまま劇中ゲーム会社のモデルとなっているわけではなく、細かく、 パーティションで仕切られて社員が女性ばかりという社内風景などは現実のフライトユニットの社内風景と異なっているとされる。本作ではゲーム開発を取り巻く環境については普遍的な内容に徹する方針で描かれており劇中で用いられている開発環境については明確な描写が少ないものの第4巻にはオートデスク社の 3D モデリングソフト マヤのスクリプト言語であるメルに言及する場面がある。なお、テレビアニメ版では、マヤの市販教本、オートデスクマヤトレーニングブック3の出版元のボーンデジタル社が協力しており、ソフト名こそ実名ではないものに改変されているものの、前述の教本など、ソフト関係の書籍が何種類か実物の想定や定割りで登場している。漫画の中で、 実在の地名に言及される場面としては、第3巻36話、第5巻 SP10 話で、青葉、ネネ、ホタルが、初日の出参りをするために、高尾山に登山する場面がある。ザ・スピノフの副題で出版された第5巻は、全ページが、書き下ろしのエピソードの、主人公である青葉の学生時代を描いた、概念的な作品となっており、読者が、時系列に沿って、 1> 第1巻の前に読んでも差し支えない内容が意図されている。当初はこれを大霊館として出版することも検討されていたものの、出版上のルールで実現しなかった。単行本の目次は裏拍子カバー袖にあり、格はサブタイトルと第1巻から投資で振られたエピソード番号が付けられているが、外伝である。第5巻には SP で始まるエピソード番号が付けられ、 本編と区別されている。電子書籍版は2015年3月13日、コミックシーモアが他の電子書籍ストアに先駆けて、単行本題一巻を独占先行配信するという形で開始された。その後は他の電子書籍ストアでも販売が行われている。第1期、ニューゲームは2016年7月から同年9月まで、全12話が放送された。また、BD、 DVD の全巻購入特典として約1話分、相当の OVA が2017年5月に発送された。第2期、ニューゲームは2017年7月から同年9月まで、全12話が放送された。第2期タイトルは簡単符が2つとなり、簡単符が1つであった原作及び、第1期のタイトルと区別されている。 テレビアニメ化の発表は2015年10月28日発売の漫画タイムキララキャラット12月号にて行われた。2016年3月27日にはアニメジャパン2016ニューゲームのステージにてキャストや主要スタッフが発表された。監督は藤原義幸、シリーズ構成は下文彦、キャラクターデザインは菊地愛など2014年に放送した。 未確認で進行形の一部スタッフがなお連ねている。原作者である特能も、脚本のチェックや、ブラッシュアップのための会議や、声優の選考にも参加したほか、第9話では初めて脚本の執筆にも関わった。特能によれば、こうした経験が原作に逆輸入され、登場人物の掘り下げなどに反映されたこともあったという。2017年2月に行われた、イベント、 ニューゲーム、ファン感謝イベント、ネクストレベルにて、第2期の制作が発表された。2017年6月29日に、アベマ TV にて、第2期第1話の先行上映会が行われた。テレビアニメ第1期、ニューゲーム第1期では、原作単行本第1巻から第2巻の終わりまでの、内容が、おおむね原作に沿った形で映像化された。ただし、原作では、 第2巻25話から青葉たちのチームの上司として登場したずしずくがアニメでは第1期第1話から主要登場人物に加わるといった変更も行われたほかアニメで初登場した葉月の飼い猫のもずくがアニメの放送期間中に出版された原作の連載にも登場するという逆移入も行われている原作第2巻の最後は劇中ゲーム フェアリーズストーリーさんの完成を祝う祝賀会までの出来事を描いており、主人公の存在がきっかけで上司の矢上公が過去の挫折を乗り越えるという新章への導入を前にした節目となるエピソードでもあった。第1期第9話は原作者の脚本によるアニメオリジナルエピソードでシリーズ構成を担当する下文彦からの申し出という形で実現した。 青葉の高校時代を描いた第5巻、ザ・スピノフの内容にも触れつつ、原作では良いオチが思いつかずに没になったエピソードを元にしたサービス界という位置づけになっている。厳密には前編が完全なオリジナルではなく、原作単行本から4コマ1本分の内容が引用されており、具体的には C パートの内容の一部には原作20話の一場面が反映されている。 1> 第1期第11話は、ゲームソフトの展示会を描いた原作20話が映像化され、劇中で主要登場人物たちが苦労して作り上げて、きた劇中ゲームソフト、フェアリーズストーリーさんが完成して、日の目を見るというエピソードとなっており、本編の冒頭でも通常のオープニングに変わって、劇中ゲームソフトのオープニングムービーが流れる、構成となっている。 ムービーは本格的な映像として見せることが意図され、この回限りの主題歌が使用された。映像に登場する劇中ゲームキャラクターのデザインは創作画監督の岡雄一が担当している。また、現実の東京ゲームショー2016が開催される週に放送されたが、原作者の特能はこれは意図したものではなく、偶然の一致であるとしている。 1> 第1期全巻購入特典の OVA は、原作第3巻28話、社員旅行前編、29話、社員旅行後編の映像化となっている。テレビアニメ第2期、ニューゲーム第2期では、原作単行本第3巻、第4巻、及び、放送時点での最新巻である、第6巻末までの内容が、原作の時系列を入れ替えつつ映像化された。 第2期最終話のラストシーンは放送時点で未単行本化の漫画タイムキララキャラット2017年9月号のエピソードの一部が使われておりテレビアニメ版が原作の連載に追いつく形でラストを迎えている原作者の特能はテレビアニメ版第2期のため第1期放送終了直後の2016年10月の段階までに 第6巻末までのプロットとセリフを完成させ、2016年12月までに、ネーム段階までの作業を終えており、原作とテレビアニメ版の展開を同期させることが、試みられている。監督の藤原は、テレビアニメ版、第2期のエピソードにあたる、原作第3巻以降の展開を、スポコンのようであると評しており、テレビアニメ版でも仕事にまつわる登場人物たちの、思いの工作や、 成長への欲求、仕事を通じて、汗や涙を流しながら成長していく様子、深まっていく、関係性を丁寧に描くことを重視したとしている。本作のメインキャラクターである、鈴風青葉、滝本ひふみ、篠田はじめ、飯島ゆによる、ユニットフォーフォーリアムが主題歌を歌っている。ユニット名の、フォーフォーリアムは、数字の4を意味する英語の方と社軸相続の、 植物の学名である、ラテン語のトライホーリアムを、カワン語にして、四つ用のクローバーの意味を持たせた造語で、本作の公式サイトにて工房の上で決定された。第1期、第2期エピソードの順序は、原作とテレビアニメ版で差異がある。格話サブタイトルは、原作でのサブタイトルと異なっており、エピソード中の登場人物のセリフから取られている。BD、DVDCD、 ラジオニューゲームコートリンの進捗報告会のタイトルで2016年7月5日より響き響きラジオステーションマイナスにて配信された各週火曜日更新パーソナリティはヒカ陽子と血の愛2017年4月18日からはラジオニューゲームイーグルジャンプの進捗報告会にリニューアルされイーグルジャンプの先輩と後輩が月替わりで番組を 担当した。また、同年7月11日からは、ラジオニューゲーム、アオッチとネネッチの進捗報告会に改め、高田祐希と、朝比奈どかがパーソナリティを担当した。同年10月31日にて、番組終了。コートリンの進捗報告会、イーグルジャンプの進捗報告会、アオッチとネネッチの進捗報告会、ラジオ CD、 ニューゲーム、ザ・チャレンジ・ステージ、マイナスのタイトルで 5PB より2017年1月26日に発売された。対応機種は、プレイステーションウィータとプレイステーション4、ジャンルはア,アドベンチャー。フェアリーズ・ストーリー3の予約が好調なことから、追加ストーリーをダウンロードコンテンツとして制作することになり、そのアートディレクターとなったという設定の青葉たちの、ストーリー。 育成パートでは青葉を育成する。会社の先輩に仕事を教わることで青葉の能力が上昇していく。誰から教わるかによって青葉の能力値が変化する。育成パートの合間にはアドベンチャーパートがあり、ここでは他のキャラクターとの会話イベントとなる。会話の選択肢によって親密度が変化する。ストーリーの後半ではキャラクターの個別ルートに進行する。個別ルートは ゲーム完成後の社員旅行という設定で様々なイベントが発生する。2015年3月28日より、A 山電鉄でを 720K723 号車にラッピングやヘッドマークを施して運行。出町柳駅に青葉の等身大パネルを設置。テレビアニメ化決定後の同年10月28日よりヘッドマークデザインを変更している。その後、 2016年5月3日からは、テレビアニメ化を記念した新ラッピング車両を運行。2017年4月からは再度、ヘッドマークデザインが変更された。いずれも、期間限定。2016年には、コラボ1日乗車券、特別入場券が2ヶ月連続で発売された。ニューゲーム、ザチャレンジステージ、マイナスに関する、カテゴリニューゲームに関するカテゴリ ありがとうございます。